はい、こんにちは。スクキュワカメと申します。それでは、I wanna be the GB、早速、続きをやっていきたいと思います。待ってんえ何これいけるまさかとは思うんだけどさ、またあんのあるなぁ。マジでか。どうしよう、取るてか、なんか、毎回なんかこの開始早々に隠しアイテム見つけるのなんなん早いこれは上から行くのかなまあちょっと近いし、行ってみよう。これ、行け上がれんのかな降りれんのあ、降りれる。なるほど。そういう感じなんだ。でもこれ、上から針がでも、あるんだよな。下？オッケー、じゃあちょっと下から行ってみよう。どう行くんだ？こう。あ、なるほどね。こう。こう。何もないな。あれはそのまま力押しで行っちゃっていいのかな？ほい。どうすんだ？一個ワーニングがあるんだよな。真ん中多分乗ったら死ぬんだろうから。上の針が落ちたのか。なるほど。ってことは、ルート的に、まず、この下をぴょんと行って、ここを、星をやり過ごして、ジャンプか何かかな。で、針が落ちるから、そうしたら多分また戻んのか、こっちに。で、こっちから進んで取れよと。なるほど。行ってみましょう。ルートが分かればね。ってことはやっぱそうか、これ、一個ずつやって残しとかないと戻れないか。とりあえずこれで帰りの分を残しておかないといけないと。オッケーオッケー。これでいいってことか。で、同じように戻ると。戻りの方が怖いな。ほい。同じことをね、やるだけなんだけど。くそここ降りんのむずいな。ちょっと一回上をでも見とこう。こんなになってて、この二つが、何もなかった。こっちは、ここに行くのか。で、なるほど。で、ここに、隠しブロックがあって、こう。ここにもあったのか。ここにも隠しブロックがあるのか。他は何もない。何もないですね。ってことは、じゃあこれでいいのか。オッケー行ってみましょう。でもここは多分、隠しアイテムのステージにしては結構簡単な部類かもしんないですね。よいしょ。生き方さえ分かっちゃえばなんてことはない。むしろ個人的にポケモンブルーのステージの方が難しかったまでありますね。よし。で、ここか。で、こう。これで、もう大丈夫かな？取れた。死んだけど、多分取れてる扱いになってると思うんで、取れてる。オッケーオッケー。じゃあ、先行ってみましょう。てか、この感じだとロックマンみたいなとこにもあったのかな？新しいステージですね。じゃあ、今回ここを進めていきましょうか。これ水の中じゃないのか。水の中だけど、ストーンと落ちる。パラレルワールドであった挙動か。針。これ苦手なんだよな。ってことは、こっち回れってことか。これはなんか多分正解のルート以外は針が落っこってきたりなんかってなるんだろうな。ほい。どっちが正解？こっちかな、やっぱ。危ねえ。もういいの？マジで？ありがたい。久しぶりだ、この感じ。でももうセーブ来られたのはなんか、嬉しいな。やばい。そのまま降りちゃう感じだな。一回あそこで二段ジャンプか。あ、こんな感じか。オッケー、ここはなんかなんてことなくいけそうな気がしなくもない。よし。なんかあるとは思ったけどね。なんかあるとは思った。ここ。よし。うっくすーほいで。こ、よーし。えあちくしょう多分ピンポイントでセーブのとこに入んないとダメなんだろうな、あれ。あれほっこうオッケーで、ああ、そうか、絶対出てくるのか。あ、これでいけちゃうのね。んどいてくれたな。で、ここか。これ苦手なんだよな。言ったけどさ。で、次は、また、よし、多分ここはまた正解ルートで行かないと、ダメなんだろうな。こう。さあ、次は何が、なに風向かい風になって、向かい風っていうか、流れが、俺の苦手が詰まってる。すげえ詰め合わせだぜ。よし、なんだかんだ言った。歩けんだったらね、話は別。あ、そこはもう違うのか。そこはもう違うってことかな。いや、なんかこの感覚変わんの嫌だな。よし。あくそーあれどうやって避けんのじゃあ。あ、これでいいのか。よっしゃ、なんだかんだで、これは倒せんのかな。倒せる？あ、倒せるけど、あれこれ復活するやつじゃない？ってことはまたなんか言ってる間に向こうに行くのか。またそのパターンか。これもパラレルワールドであったな。はあ、こいつ結構すぐ復活しやがるんですよね。またどっかのタイミングでこの辺かな。オッケーで、ちょっとずつ倒して、危ね。これさ、また針なんかあんじゃないの。もう何かあるとしか思えないもん。悪いけど針はほらここがな問題は。あう、危ね。で、どのタイミングで、ここの針は落ちてこないから、こうか。で、ちょっと待ってよ。やべやべ。よいしょ。やばい。こいつちょっと邪魔だな。やめてくれ。よし。で、こう。まずここはいい。で、ここまで行っちゃおう。で、まだ来ないな、針。どこで来んだ、あれ。ここで来んのか。オッケー。オッケー。これで、クリアになったはずだから、ここはもう、ちょっと待ってくれ待ってくれある。飛んで、一回行って向こう。ちょっと待ってよ。これで行っちゃう。オッケー。で、もう一回。おっしゃ、やっと行った。で、ここも同じ要領で行こう。もうこの針がさ、もうなんか来るんじゃないかっていう。来ないな。来ないだと。あう、やばい。まさかのここ針は来ないのか。絶対来ると思ったんですけど、意外と来なかったな。ちょっと待ってよ。こう。ここで来んのか。あそこが落ちてくるってのは分かったから、待てよ。また復活されちゃかなわないんで。で、こう。一回やり過ごそう。よし！オッケーオッケー。悪くない。まあでもセーブできてますからね。ちょっと待って、これ。あ、これでいいのか。オッケー。ちょっと待ってよ。あいつ、やばいな。この針のところで、一緒に倒しちゃおう。よいしょ。何が起きるかもう、わかんない。うわ！あったのか、針。気づかなかった。いっちゃおう。オッケー。危ね。よし。こっからも落ち着いて、まずはここ。で、ここ。ここむずいな。でも、セーブは、できたね。オッケー。また水だよ。これやっぱ、ちょっと待って、これ倒してからの方がいいな。やっぱこれ倒してからの方がいいな、絶対。よし。上がってくんのね。なんとなく生き方は分かったけど、よし。で、よし。んで、オッケー。この後もなんかすごいな、これ。危ね。よし。ほい。ここまでは、特に問題はないんで、オッケー。で、こう。オッケー。ちょっと待って。どれ、何が落ちてきた？どこのやつが落ちてきたの？こいつが落ちてきたのかな？こうでしょ。まだこの時点では残ってるから、こいつか。違うな。どれ？こいつ倒す必要あるかな？これでなんとか。よし！やった！まんまとセーブできましたね。これ当たると死ぬの？よかった。そこでセーブしといて。なんなんだこれ。ボースですね。ちょっと待って。今回、何戦かやってダメそうなら持ち越そう、これ。ちょっと待って。待って。とりあえず何戦かやっては見るけど、ダメそうだったら本当今回は持ち越す。あれこいつな、倒せないよね。なんか消えたぞ、さっき。あいつなんか倒せなかった。倒せるな。当たり判定。危ね。やめてくれ。ちょ、待って。忙しいな、これ。てなわけで、じゃあちょっと今回この辺で終わりにしますか。はい。また次回この先進んでみたいと思います。それではここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい。バイバーイ。